本作より追加された新必殺技やジャンプ D が非常に強力なソル、力でねじ伏せていこう。ガンフレームによる牽制、タチ系による対空迎撃、そして画面端での怒涛のラッシュがソルの真骨頂だ。中技のグランドバイパーも混ぜて休む間もなく攻め立てよう。相手をダウンさせたらガンフレームフォースロマンキャンセルからダッシュジャンプで攻め込もう。まずは中段の選択肢、これはダッシュジャンプの着地直前で空中ダッシュ S を出すのが有効だ。ガトリングでジャンプ D につないで連続技を狙おう。続いて下段の選択肢、これは何も出さずに着地して足払いで攻撃するのが有効だ。このように画面端で決めるとその後に強力な連続技へとつなぐこともできる。空中ボルカニックバイパーはダウン復帰不能時間が長いという特徴がある。低めで当てれば相手はここまでダウン復帰できない。そこを狙い立ち系からこのような連続技も可能だ。実戦では空中ダッシュから S ボルカニックバイパーを使い相手の前 P を潰しつつ攻撃する形が最も有効。上級者ほど引っかかりやすい。ライオットスタンプはコマンド成立から空中判定になるためリバーサル技として非常に使いやすい。ある程度のダメージを覚悟すれば相手の強力な2択を回避できる。